ようございます。5月17日水曜日の朝です。今朝も朝から気持ちのいいお天気です。鳥の声も聞こえて清々しい気分です。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いているでしょうか。体と床との接地面、呼吸によって何か動きがありそうでしょうか。骨盤を左右に傾けてください。小さな動きでいいので、少し左の骨盤を床に近づけたり、右の骨盤を床に近づけたりしてください。体全体にはどんな動きがあるでしょう。頭を左右に傾けてください。動きをやめて両膝を立ててください。両手は天井の方に持ち上げて、手のひらを合わせてください。昨日はこの指先が天井に伸びていったり戻ったりという動きをやりましたが、今日は手のひらを合わせておいて、骨盤、左のお尻を床から浮かせたり、ゆっくり戻したりという動きをしてください。この動きは上半身にもどのくらいの影響がありますか。肩には何か動きがありそうでしょうか。左のお尻を持ち上げるときに、左の膝は右に傾いていかず、天井を向いていてください。右の膝は傾いていきますね。そうすると右の足の裏には何が起きているでしょう。そしてこれに合わせて左手の指先が天井に近づいていったり戻ったりしてください。今日は骨盤の動きによって手が天井に近づいていきます。戻った時はお尻もしっかり床に戻して、肩も床に戻してください。そしてまたお尻を持ち上げることによって左手が伸びていきます。これに合わせて右の足の裏が床から軽くなっていきませんか。
少し右足を持ち上げるようにしてゆっくり戻してください。右の足の裏はどこから浮き始めて、床に戻ってくるときはどこから最初に床について最後に床についていくのはどこでしょう。左の足の裏で床をそっと踏んであげるとこの動きはやりやすくなりますか。右の足が軽く床から持ち上がっていくでしょうか。そして優しく床に戻ってきてください。骨盤を傾けて指先が天井に行って、そして右足がそっと持ち上がって、すべてが戻ってくるときに最後に動き終わるのはどこでしょうか。体すべてが動き終わるのを待ってください。そして呼吸を2回くらいして、そしてまた動き始めてください。では動きをやめてゆっくり手を下ろして、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。肩のつき方、お尻のつき方、そして足の裏の感じ、右足と左足を比べてください。どちらが大きく感じるでしょう。もう一度同じ体勢をとってください。両膝を立てて、両手を天井に向けて持ち上げて、手のひらを合わせてください。右の骨盤を床から浮かせたり、ゆっくり戻ったり、膝は傾いていかず、右膝は天井を見たまま、左膝が傾いていきます。この動きで上半身はどこが床から浮いてくるでしょう。これに合わせて右手の指先が天井に近づいたり戻る。左の足の裏はどこが床から離れていって戻ってくるでしょう。足の裏柔らかく軽く床から浮かせていってください。ではこれを交互にやってください。骨盤を右に傾けたり左に傾けたり、指先は左が天井に近づいたり右が天井に近づいたりする動きの中で、足の裏が
軽く床から浮いていきますか。ふわ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 、軽やかに足が床から浮いて、春の川っぺりを軽やかに歩いているような、そんな想像をしながら、ふわ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 、軽く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 、はい、それではゆっくり動きをやめて、両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にして今の体を観察してください。骨盤を左右に傾けてください。最初に比べて、この骨盤の動きや体全体に与える動きの感じは変わったでしょうか。では動きをやめて、床と体の接地面に気持ちを向けてください。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて、ゆっくりと起き上がってください。はい、朝の気持ちのいい空気の中で軽やかに足を動かしてみました。今日はとっても暑くなるみたいですけれども、ちょっと外に出かけてみませんか。では、いってらっしゃい。